はい、どうも皆さん、こんにちは。今日で9月が終わってしまいます。残り2020年も3ヶ月となってしまいました。今年こそ彼女を作りたいんだって、作るんだって意気込んでいたのに、もう今年も彼女ができる気配がありません。グラグラチャンネルのケースキリキックの日向坂46キャプテンの佐々木久美です。ポーン。ということで、いや、1年ほんと早いですね。もう残り3ヶ月となってしまいました。で、そんな、ね、一方的にもうね、彼女ができる気配がね、佐々木久美、今日はね、何をお送りするかと言いますと、今回ですね、クラクラがマジで上手くなる考え方3選、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。そうですね、クイーンウォーカーズ、去年の世界選手権で、日本代表として出場したね、クイーンウォーカーズのユタがね、クラクラが上手くなる、方法、練習法3選っていうのをね、やってたんですけど、自分はね、考え方を3選、こちらで発表したいなと思います。おいおい、ケイスケのクソ野郎と、お前下手キャラじゃねえかって思う人いるかもしれませんがね、違うんですよ。私、ケイスケ、昔はね、本当に対戦ガチ勢だったんですよ。クラクラチャンネルのサブリーダーを務めていてね、例えばなんですけども、まだタウンホールキーの全開難易度が高かった時にヒーローなしで全開したりだとか、あとはですね、ドズルさん、キヨキヨさん、あとコウザンさんっていう昔いたクラクラ実況者の、こうドリームマッチみたいなやつで選抜メンバーでこうね、選ばれたりとかね、タウンホールキーのまだヒーロー10レベルぐらいだった時に選抜に選ばれたりとか、あとは、昔ね、タウンホール級最強クラン決定戦で、明星杯っていうのがあったんですよ。そこのね、クラクラチャンネル選抜リーダーで、出まして、で、第1回優勝したりだとか、本当にね、ガチガチのガチでやってたんですよ。ユタとか、あとはね、グロラン常連のガクさんとかともね、まあ、当たり合えてたのかわかんないけど、バチバチでやってたぐらいね、対戦ガチ勢だったんですよ。なのでね、そんなね、私、ケイスケが、まあ、クラクラチャンネルでね、そういった選抜リーダーとかになったりした時の、前回の取り方の考え方、こちらをね、教えていきたいと思います。さあ、そしたらね、クラクラで全開を取るための考え方ですね。まず一つ目、教えていきます。それがですね、いかに効率よく防衛施設をすべて速やかに壊しきるか。この考え方が大事になってきます。そうですね、防衛施設を全部壊し終えたら、あとはね、時間で無防止用にね、こう回収ユニット出したりとかっていう形なんで、もうすぐにもう全部防衛施設壊してしまえば、あとはもう、もう回収になっていくので、この考え方が大事になっております。なので自分で当時ですね、本当に、ゴビーバの裏バルとか裏ホグ、裏バル裏ホグの使い分けとかもうめちゃくちゃ得意だったんですよ。なので、じゃあその当時の、ドズーさんの、動画の方からね、ちょっと今回抜粋させていただきまして、ちょっとその当時のね、リプレイ見ていきましょう。さあ、ということでもう一つ見ていきましょう。ケスケさんの攻めですね。今回は先ほどの、ゴレホグとはまた違って、ゴレさんゴレウィズの、バルーンバージョンですね。バルーン14体という、組み合わせとなっております。さあ、先ほどと同様ゴーレム1体にヒーリング1体をつけてね、ヒーリングじゃないヒーラーか、ヒーラー2体ですね。今回ヒーラー2体をつけて、しっかりと、ターゲットを取りながら、ガーゴイルそして、アーチャークイーンでサイドカットしていきます。で今回60方向ウィザード使ってない理由としては、これもガーゴイルで、12分と判断したんでしょうね。さらに、ここに大砲があることも考えてウィザードではなく、今回はガーゴイルを使って、しっかり60方向をサイドカットしております。さあ逆サイドから、さらにゴーレムを投下いたしまして、ここでテスラが出てきてしまいました。これは多分ね本人も予想外だったと思うんですけれども、ここでグッと我慢して、ゴーレム3体とも展開いたしまして、ここでね援軍の処理を行っております。さあここからなんですけれども、この時点でね結構この攻め際どいかなと思ったんですが、ここでなんとレイジを使ってね、壁開けを促進していきます。で、壁を開けてさらに中心部でクエイクを使ってバーバリアンキング、そして、残りのゴーレムを中に入れていき、さらに今回の、失敗点としてはゴーレム1体がねヒーラーとともにヒーラー2体とともにね外に残っちゃうんですよね。この時点でねちょっとあれこれ厳しいかなと思っていたんですけれども、ここからのね落ち着いたリカバリーが素晴らしかったですね。さあバーバリアンキングプラスフィスト、出てきたバーバリアンに対してヒーリングをかけて、かなりねターゲットを取ってくれています。でこのクエイクをかける位置もすごくうまくて、ゴーレムがさらに奥にね進んでいけるような、位置にヒーリングをかけて、クエイクをかけて さらにヒーリングをかけているので、バルーンがね対空砲の攻撃から受けていないので、もうこれクリティカルですよね。本当にすごい、量のバルーンが残
った状態での全開となりました。アーチャークイーンも最終的に、ね残りましたし、いやこの戦術はすごいな と、しっかり、ね、リックパートであのどこをどう開けていってゴーレムを進ませていこうという、ねプランニングがしっかりされていての、このバルーンの残り方なんじゃないかなと思います。だってこの枠で30枠と、28枠かな、ほとんど60枠ゴーレム2体分を、損しているんですけれども、それでもこの、残りのバルーン数なので、結構やっぱりね、途中のリカバリー、例えばバーバリアンキングのフィストに合わせてのヒーリングだったり、あそこら辺がね、しっかりできていったからこそ、バルーンがここまで生き残ったのかなというところでございます。中心部でどの施設を、ね、壊さなきゃいけないっていうのを、しっかり理解してますよね。あのバーバリアンキングプラスフィストで多分、狙いとしてはね、こういったなんて言うんだ、バルーンを展開する上で非常に厄介になる、防衛施設を必ず壊さないといけないというところで、まあ、今回の展開の仕方としてはこちら側にね、対空砲とクロスボウは結構固まっていたので、まあ、そういった意味でも、展開の方向としては間違っていなかったんじゃないかなというところで、今回のリプレイこんな感じで終わりたいと思います。はい、ということで懐かしい映像ですね見ていただいたわけなんですけどね、ああいう風にですね、もうあの配置とかも中心部分対空砲寄ってたんで、まあ対空砲全部寄ってたらもうあとは裏バルでもう全部ねスムーズに防衛室壊しきれるじゃんっていうので空いた攻めをやっていきました。で、続いて二つ目のポイントですね、難しいこと忙しいことをやらない。これね、上手い人たちはよくクイヒーとかあとはスーサイドラバルとかっていうね結構難しかったりね、ちょっとそういったね編成やるじゃないですか。自分はねクイヒーとかあとスーサイドラバル系の編成ね、やらないですよね。スーサイドラバルとかもう忙しいじゃないですか。忙しくて絶対自分 1,2 回はねミスっちゃうんで、忙しいことはやらないで、かつですねクイヒーとかもそれちゃったりしたらさ、結構もうそこでプランが崩壊しちゃったりするので、最悪 1,2 回こうなんかミスってもハプニングが起きても全開ができるようなプランをね練っていく。あとはね、忙しくない、攻めなので、だいたいやることはね6個以下ぐらいの、目安でね、やったりとかしてますんで、じゃあちょっとそちらのリプレイの方もね、ちょっと、ドズボンの方でね、やっていたので、そちらのリプレイ見ていきます。ダイトスーパーチャットありがとうございます。ナイスパー、間違えた。間違えた。やべ。開始よ、やべ、間違えた。何し。ちょっと待って、落ち着いていこう。大丈夫。大丈夫、全然そんな全然もうゆっくりになっちゃうならない大丈夫、ナイススーパーチャット、ナイスパー、はい、いいよ、まあ、ここら辺からもう言っちゃって。フィンランドって何語なんですか？フィンランド語、フィンランド語、そうですね、フィンランド語。グランマーとね、発音日本語すっごく似てる、うん、へぇモイとかって結構みんな聞いたことあると思う。モイ、こんにちは、モイ、フィンランド語、フィンランド語です。へぇ、モイ、こんにちは、モイ、モイ、さよならはモイモイ。嘘、本当に、うん、で、いろんな種類もある、あ、言い方もある。ヘイ、ヘイヘイ、あ、ヘイ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 も押す、ヘイヘイってさよなら。へぇ、はいはいはい、繰り返すのが多いのか。はいはいはい、いいよ、悪くないよ。って入れてって、中心来たよ。中心部分に入れてって、でどんどん中に入っていただく所存でございます。中にどんどん、いいよ。アイスゴーレムがすげえ嫌なんだよな、アイスゴーレムが。めちゃくちゃ嫌なんだけども。止めてくるけど、こうしのげば。なんかいろいろ、もろもろ削っていただければ。いや、全軍中入ってきたよ。はいはいはい。全軍来た。で、あとは突き進んで、いいよ。はいはい。で、どうなってるあー、ちょっと待って。バットはい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 。こっからね、イーグルも壊した。あとね、あ、こっちの水塔残ってんのか、やべえな。あたーバットがあっちの水塔どうする？あら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 あ
どうする気？どうする気？あの水筒どうする気？どうもできねえんすよ。どうもできない。壊す予定だったのにどうもできないんですよ。あの水筒さえなければじゃない？そうそうそう。なんかなんとかなんないの？なんとかなって、ああ、なんとかなんない、なんとか。どう？コウモリチレ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 チ、ああやべえ、やべえ、どうだ？来週も。ああ、溶けた溶けた溶けた。いやだ、残り30秒いるんで。
アチャクイが賢く壁とか殴んない壁とか殴んない壁はやめろ壁はやめろ壁とか殴らずに壁はやめろこのルートこのルート取り超大事行け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 来た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 と思う来た来たナイスイエーイイエーイイエーイ滝つばさんが滝つけさんの配置はい、ということで、あれもね、ちょっと水筒が最後に残ってしまって、あれはね、本当にね、壊しきれたら、効率的にもうね、速やかに防衛室壊しきれて、あとは回収っていうね、パターンだったんですけども、ああいう風にですね、やってることも本当少なかったじゃないですか。ボディヒ、からのですね、主力部隊を入れるためのサイドカット、で、主力を入れていく、主力のイエティを入れていく、で、呪文をかける、で、日の水筒をロイちゃんで削る、で、あとは6コウマリっていうね、6工程しかやることないですよね。それぐらいね、忙しく、ないようにね、なるべく安心して落ち着いて攻めれるようにっていうね、そういった攻め方をね、心がけてます。で、そして3つ目はですね、ちょっとこれ慣れてこないと、無理なんですけど、弱点ですね、配置の弱点を見つける、癖をつけるようにしていく。これをやることによって、さっきのリプレイもそうですね、あれ番組 MC 中に村パッと見て、あ、これ弱点、ここだなと思ってね、さっきのイエティバット編成やったんですけど、なるべくね、弱点をね、見つけられるように、訓練するっていうか、そういうのを意識してやっていくっていうのがポイントになってきますので、そちらのリプレイですね、見ていきましょう。で、もう一回プランニング。まずはサンジのエリクサータンクにバルーン投げてって、ライトニングドラゴン2体、はい、で、ライトニング2体、こっちにバルーン出して、うん、ライトニングドラゴン2体、はい、で、こっちにバルーン出して、ライトニングドラゴン2体、うん、で、12時にもバルーン出して、ライトニングドラゴン2体、うん、で、水筒全部壊したら、適当にコウモリどっかがぶっぱ。コウモリどこどこどこぶっぱどこでもいい。ヒーロー使ってないですね。ヒーローいらない。いらない、いらない。ヒーローいらない。いらない、いらない。マジで寝かしてもいいんですか回収。回収回収わかじゃあ、それでいくわ。あ、ローマさん、ズバジャッターズバ。あれ、ナイスパー。行くわ。お願いします。本当にそれできる？来た。お、来た。さあ、というわけで、ボンジュールさんの2回目の攻め見ていきましょう。編成に関しては、おっと、これは変わった編成だ。なかなか見ないですね。ドラゴンコウモリ編成ですね。これコウモリレベル低いですけど、大丈夫でしょうか？あ、コウモリレベル低いの？まあでも、問題ないかな。はいはい。まあ、OK です。はい。なかなか悪くはない。もう全部出していますね。おちょっと本当に時間を置きます。言ってよ。一層ね、壊してから。一層ね、壊してから。めっちゃ壊れる。うわぁ。めっちゃ壊れて。ギリギリ。もう最悪12個の1層とかね、こっちから。これはもうコウモリ入れるだけでもう入った。もうコウモリでいいの？もう一回、鉄壁出していいの？好きなとこじゃない？好きなとこにコウモリ入れる。はい。まじで。ドラゴンでいいです。これでもう限界。ドラゴン。はい、結構ですね。結構じゃあ、クイーンです。あ、待て。行っちゃったこれ。おやこれ。あれで。マジ？ヒーロー使ってない。援軍使ってない。援軍使わずに前回行きました。あれ？いいの？いいの？これで。これでいける。最強。最強。イエーイ。イエーイ。クラクラおもれーな。マジで？マジで？ありがとうございます。ありがとうございます。これがクラクラですよ。こんなのあるの？難しいことやったらね。難しいことやっちゃうとクラクラじゃなくなるんだ。今のなんでこれポイントは？ポイントはインフェルタワーが全部シングルだったのと、はい、クロスボウが全部対地、はい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 、でイーグル砲もなかったんで、はいはいはい、もう水筒全部ぶっ壊しちゃえばコウモリ刺さるんで。なるほどです。これたまにやるんですよ。はー。はい、といった感じで、自分がね、ボンさんにですね、プランを教えてあげて、で、実際にボンさんにやってもらったっていうセミになるんですけども、さっきのセミもそうですよね、ポイント全部3つ入ってますよね。1番目が、いかに効率よく防衛施設を壊しきるか。で、2回目がですね、難しいこと、忙しいことをやらない。まあ、これは人によるんですけど、やらない。で、3つ目は相手の配置の弱点ですよ。を見抜くっていうね、この3つのポイントが全て、詰まったような、そんなリプレイとなっております。なので、この3つをね、意識して、攻めておくと結構全開率ですね、自分ね当時ですねめちゃくちゃ高かったんで、全開率上がってくるかなと思います。はい、
なのでね、まあ以下の3つですね、最後におまけとして、さっき言ったポイント3つ押さえるとね、変わった面白い攻めとかもできるようになりますんで、じゃあそれもね、ちょっとね、リプレイの方見ていきましょうか。怖いなぁ、これ。これ決めたらかっこいいですよね。もう完全初見も初見でしょ、こんな配置。ヒーラー10体っていう、このインパクト。ヒーラー 10ヒーラー?10 ヒーラーいきます。これ罠確認。罠確認からベビードラゴンでサイドカットをして、はい、クイキーのルート作りって感じですね。なるほど。さあ、上の方ではオーデンが頑張って倒してます。さあ、クイキーこっちでました。あ、やべ。クイキー&?オッケー、あれだ、危ねえ。わあ、オールバッター、ギリギリ開きます。はいはいはい、危ねえ危ねえ。いいっすね、もう、オーデンヒーラーとクイヒーは同時進行にする。なんだこれは。さあ、オデヒークイヒーが同時に進んでおります。いや、もうこれ驚愕のアタックでしょ、もう。からのアイゴレ。からのアイゴレで、バスターで、このイーグルホーンやっていきます。いいっすね。これは。ガンガン霊場使うと言っていたクイヒーパートは、予定通り使って進んでますね、進行。さらにポイズンもかける援軍に、ウォールバスターでしっかり、はいはいはい、しっかり狙っていく。さあ、こっからもうちょっと待って、ホグ行くのかなって感じなんですが。さあ、これで、イーグル砲処理完璧。が死ななければ、もうこのまま全開まで見えそうなぐらいいい感じですかね、今のところ。ここで、タウンホールも撃破いくか。さあ、フリーズがうまい。3カット一気にかかって。いやー、いいフリーズ、ナイフリーナイフリーからの、コグライダーそろそろ来ましたね。来ましたね。来ました、コグライダー。コグライダー、これ1分半。これ、キーずっと生き残りそうなんで。熱いよ、これ。あ、やべ、ヒール5射しちゃった。やべ。ヒール。誤射ったな。芝ヒール。芝ヒールしちゃった、やべ。なんだこれ、おいおいおい、ごめんごめん。いや、ごめんじゃない、ごめんじゃない。まだいける。ごめんじゃない。めっちゃうまいな。もういつだ？トーンがありますからね、まだこっから。トーンあるんで、あとは時間入れとくかなぁ。でもこっち方向、クッキールヤーが今やられそうだが、はい、流れはいいぞ。いや、ドイちゃんちょっともう能力発動しといて、オグライダーが、こっちの、あー時間だなー、怖い。うわ、ここにトルネートラップ、マジかよ。おっと、最後に、オグライダーが、ただ、頑張れ、あとちょっと、もうちょっとクロークアップ通しといて、いけ、頼む。これ時間だけ。いいよ、バラけてる。バラけてる。あるな、これ。あるな。残り。残りちょっと。ちょ、10秒。バババ。どう。もうやることねえから。残り7秒。4。よっ。すごすぎるでしょ。チャンネル登録よろしく。はい、そんな感じで今回ですね、当時対戦ガチガチだった時のね、私ケースの考え方とですね、前回動画の考え方、こちらをね、その3つ、お送りしていきました。そうですね、最近はね、ほんと時間がない時はもう適当に星2の延長で前回行けたらいいかなぐらいな感じでね、ほんとね、全然プランとかも全然練ってないんですけども、練ってないんで最近イエティとか前菜ネクロとか、で、とりあえず、ちょっと星2の延長狙ってたりとかってしてるんですけど、とりあえずちゃんと前回のをね、意識してね、こう、プランを練ればね、その考え方で、3つで結構前回率上がってくるかなって思いますんでね、皆さんもぜひぜひ試してみてください。はい、ということでこういう風にね、お役立ち情報とかね、動画にしていきますので、ぜひとも、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとはね、この動画がためになったなって思ったら、グッドボタンやコメントの方もよろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。